さあ、やるか。ドラゴンボール Z2 激震クランボ。もう俺はクランボだけを足すために行くぞ。あまりにも強いクランボ。しかし俺はその歩みを進めるつもりはないぞ。最大効率で進んでいく。お、いいぞフリーザー。経験値を増やして、それだけである。複合じゃねえや、複数の方がいいよ。クリリンと天津飯。よし。いやマジであのクランボ、あいつをいずれ俺は超えていくのか。俺は超えていく男なのか。俺はクランボ、こいつクランボじゃねえか。ロンメクランボの弟か。チャオズラッシュ。餃子食いたいな本当に。ガチで最近全然餃子食ってねえから。今日食うか。ドット躍動感あるな、戦闘のドット。構えもかっけえ。このご飯、このご飯はあ、なんでそんな効いてんの。なんだこいつ。あ、 Z か。 Z 界に入門しなかったねこいつ。めちゃくちゃ強えんだけど、何こいつ。お、Z 戦士最強の男。なんなんだこいつの火力は。こいつはただの雑魚なのに、みんなが死にかけている。さあ仮想クランボ、今のうちにクランボ慣れしておかないとな。あまりにもちょっと前回クランボ慣れをしていなかったことによる敗北とも言える。俺はクランボに慣れていく。クランボ経験を積む。ドゥル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 ドゥ。キュンケル化したクリリンが。ほんと戦闘のドット躍動感あってかっこいいな。なんで顔グラのアイコンはこんなヘボドットなのに。これとかな、この目のカットインとかめちゃくちゃかっこいいのに。なんでやろ、このヤムチャのこの方向、このポーズを見ろ。ヤムチャのつま先。倒してくれよ。死ね。なんでこんな。雑魚同士、雑魚対雑魚。結果雑魚の勝ち。お、残り1のパワーミスロ。これ殴った手で骨折して死にそうだな、あの体力だったら。これどうしよう。これもうクリリン回復させても無駄じゃね、こんな低いんだったら。まあいいや、使おうか。これちょっと亀使いたくねえな。亀使いたくねえ。普通じゃあこう弱い方の亀使うか。これさ、必殺技カード貯めてクランボけど、どうすか。貯めてのクランボっていうね。あ、そうだ、毎回これブルマ使っていこう。セコセコと。いや、チャオズ回復はちょっと、チャオズ回復は握手だったかもしれない。うわ、もったいねえ、こんな雑魚で。いいカードが消えていく。うわ、もう、何のため回復したのこれ。回復するんじゃなかったよ。さらばチャオズ。このタラガについていこそうにない。よし、拡散しろ拡散。まあしかし天津飯とか落とされなくてよかったな。チャオズで、チャオズはどうでもいい。こら
こんな雑魚にこんないいようにやられてたらお前クランボには勝てんぞ。とてもこんなやつに。とてもじゃないがクランボには勝てんぞ。しっかりしたまえ。もうやめちゃった、もうやめちゃった。あいつ置いていこう。もうこの戦いについていけそうにないぞ。もうとにかくご飯クリリン天津飯ゴロもいいしな。この3人でいく。この3人を主軸に捨てていく。もうあの透明になって点滅してるこの2人もどうでもいいや。一生点滅してるけど、おなんか海王様とかもらったんだけど、まあでもさすがに回復はしてやるか。これ生き返らないとな。海王様ってなんだよ。ほう、いいじゃねえか。最大生息抗体のエジナラ塔に外したわ。回復ガール来てくれ。なんだお前。ファック。回復して、あ、しまった、ブルマ使えたか今。しまったな。ブルマは本当ブルマ癖をつけないとダメだ。お前はロンメヤム。この戦いヤムちゃん生き返るかな。チンタラ戦うか。チンタラ戦ってヤムちゃん生き返らそう。ドゥルッドゥ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 ドゥ。うまっ。やっぱ敵の防御力1はなかなか素晴らしいな。あぶね、こいつ落としとけ。あぶね、 Z はやばい。いけ、よし、これ倒しとけばなんとかなるでしょ。死んだらいけ。とりあえずヤムちゃん生き返らそう。なんだかの数はいた方がいいからな。それは認めよう。ヤムちゃんでも戦力になる。おい、これご飯出さないでできんの。できたっけ。できねえ。全員出さないといけないのか。全員が矢面に立たないといけない。辛い現実。いけ、やるじゃねえかお前ロンメ。まずいな、これはものすごく差がついてしまうぞ。今ヤムちゃんはこれ生き返らせないでいいでしょ。これ大丈夫でしょ。もう次やっちゃおうぜ。くっそー、回復してくれ。回復カード、なんでこいつしか出ねえんだよ。腹立ってきた。またこついちゃった。お、あ、しまった、ブルマが。どうでもいいよ、もうこんなとこ、こんなとこに寄ったばっかりに思えば。お、これうまいな。ちょい色からのブルマ、うまい、うますぎる。やったぜ。あの7の筆、え、これいけるんじゃねえとして。クランボ、まああと1回戦ってから行こう。ちょっとあの必殺技使いたくねえぞ俺は。めちゃくちゃで回復したけど、ちょっとこれどうする。クランボがあと4体に近づいたんだから、ちょっとレベル上げるか。残り少しで、よし。いや、この必殺カード欲しいけどさ、仕方ねえわこれ。もう使わないといけねえからな、そういう風になってんだから。もうこの ZZ とかもうこんなやつに使うもんじゃねえぞこれ。ただね、じゃあ天津飯にやるよ。こんなもう対クランボ用決戦兵器じゃねえかよ、 Z 界は。
防御も完璧というわけだ。拡散エネルギーは打ってくれ早く。それでも1コロよ。ふえよ。ドゥ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 よし、バー十分に温まった。頼むぞクリリン。このなあ拡散エネルギーあったらこれこそクランボに使いたかったよ。俺は神すぎる最強の日本人クリリン日本代表。よし、おお土が2つに入った。なんということだ。これもあいつにちょっと銀に取られる前に行くか否か。いや最後のこの最後の4本この時間を大事に使おう。これは亀川流、亀川流総攻撃の前。2200、さすがに2200やったらもういけんじゃねえこれ。クランボも2200でもそうか、 MP が足りてないんだ。 BE かなんだ、 BE って BE が足りてないから気候砲が打てねえんだよな。エネルギアになっちゃうの本当に痛いな。何で攻撃するのがいいんだろう。魔線香使えないだろう、早期弾使えないだろう、ドドンパ使えないだろう、気候砲使えないだろう、何にも使えねえじゃないか。レベル上がってくれ。よっと、ちょっとじゃああと1上がってくれ頼む。あと1頼む。クリーン上がったから。なんだお前、レベル上げさせてくれよ。まあしかし父が手に入ったのはちょっと朗報である。仕方ね、行くか。しかもあ Z 必要あるじゃねえかよ。なんで先言えよ。クランボ覚悟はいいか。えこれ俺になることできんの、まあ、いやそんな選択肢はねえよ。え何やってんだ、もう誰だこいつ。ああいつがヘッドなのか。Z 質拡散エネルギー波。うん待てよ、紀炎山、えこれ紀炎山使うべきじゃねえのか。紀炎山じゃないこれ、だって他のやつなんてどうにでもなるでしょ正直。いやでも先に倒したべきかな。金山はクランボに使った方がいいんじゃないのかこれ。下に亀が2つあるから、この亀で、なんとかなるっしょ。で、これクランボの、ヤム店で全員倒せばなんとかなるっしょ。で、こいつは超能力クランボ。これっしょ。そう、それはあかん。それはあかんぞ。あ、でも思ったより食らわなかった。修行の成果出てるかこれは。さすがに1か。これ Z だったのも滅びてたぞ完全に。 Z 戦士危ねえ。だがもうクランボお前が動くのはこれが最後だ。チャオズ超能力ついていけそうにない。この惑星に置いていこうチャオズは。とにかく全員しばき上げよう。しばけしばけしばけ。こいつは倒したろ。まあヤムちゃんが倒すわ。とにかくもうクランボ総攻撃せんと勝てんぞ。意地で削り切らねえぞ。よしヤムちゃんでどれだけトレムさせるか。消せ。よし、こいつは倒せんか。こいつは倒せるだろ。なんでだよ。おいナバナ
これやばくね、誰か死ぬんじゃないの。いや大丈夫かな。うるせえ、なんでこんな食らってんだよさ、この攻撃で。頼む、もうほんとこれが生命線だ。うっ、かっけえ。うっ、うわめっちゃ効いてる。これが紀炎山の力なのか。もう紀炎山で全て行くしかねえな、これは。え、チャーズなんて、うわちょっとでもこれ足りてない、もう MP がプリ全然足りてない。どうしよう、これ全員倒すか。全員倒して、こっちか。で、ヤムチャ、複数攻撃。クリリンが紀炎山つっかん、ちょっとこれ、どうしよう。え、どうするこれ、カメハナ撃つか。撃つか。撃とう。父もあるから。うっ、行ったぞ。かっけ。でも結構効いてる。なんか知らんけどさっきより随分効いてるぞ。さすが必殺の力ってところか。クリリンにも全ては託すしかねえようだな。天津飯はエネルギーしか打てねえから、実質クリリンにも最強か。そうだな。ご飯もおませんこ打てねえし。今はクリリンが。この要、Z 選手の。いけ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 。こいつも、お前も、いつまで生きとんじゃん。なんてこいつ。おい。ううここらでお遊びは終わりってことを教えてやる。教えたらやむちゃん。やむちゃんの出番はなかった。ここらでお遊びは終わりってことを教えてやる。この雑巾を片付けておけ。戦いの邪魔だ。これはクリリンだな、やっぱり、うん、クリリンのカメハメハだ。そしてこのクリリン祭り、いやクリリンでカメハメハを撃つ作戦でいこう。エネルギーやご飯がまあ、よし。これはいけるんじゃねえか、さすがに。うぅ、敵の防御力1。うぅ、普通にクランボがその底を見せやがった。伝説の戦士クランボが。これはいったか、この防御力1、この気を逃すな。やったぜ、350をもらった。これを天津は聞こうと。え、もうこれ地球帰れってことか。ポルンガ手に入れて、道中で手に入ってんだろポルンガが。ポロセア3つだけ願いを叶えられるぞ。よし、じゃあ3つ願いを叶えて帰ろう。なんだよこれ。しかも今使わなきゃいけねえのか。まあじゃあ生き返らすか。なんだこいつ。これはもはやポルンガではない。なんだよこれ。くだらねえ。サレギアをエネルギー波で消し飛ばしてくれ、あのポルンガ。いやー激戦を制したな。見ろこれを。ちょっと これで一回戦ってみるか。ぶっ飛ばすか。クランボを倒したことにより、Z 選手は絶対の自信をつけた。おい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 、大したことねえなこいつら。おっと、ちゃんとこまめに回復しとかないとな。
俺のあるやつはいねえのか。お、骨が出てきたぞ。あの Z 椅子は絶対俺は使わねえからな。これはもういざという時のために取っておく。クランボを倒したことにより Z 戦士のパワーが肥大化している。俺たちはただ遊んでるだけじゃねえぞ。あの死闘を乗り越え強くなったのだ。俺は強くなった。やべえぐらい火力出るな。うわ、なんだ、いらねえだろ。なんでタラのエネルギーを追いかけてくるんだよ。早期弾ならともかく、いらんその追跡機能は。さすがよ。行くかヤムチャ。動画夫婦拳。チャーズを生き返らしてやるか。もう能力の差がやばいんだけど、チャーズと天津飯とチャーズでもう戦闘力の開きがやばい。ちょっと今日ここら辺にするか。いやーこれは熱いな。やはり